じい様の。これは骨が折れそうですね。あれは副長の箱の力だな。なかなかやるの。あとは任せてもらおうか。さすがはババ様。ロジーヌも見事だ。エマ、手伝いなさい。分かったわ、姉さん。すごすぎる。これが魔女に聖杯騎士の力。兄様、皆さん、先輩、姫様も。ダメだ、出てくるな。危ない。姫様、逃げてください。ダメよ。この距離だと。レディに失礼だろう。パトリックさん、ハイアーム付けの。助かった。一気に仕留めるぞ。ああ。よかった、ご無事で。エリゼの方こそありがとう。パトリック、本当に助かった。いや、たまたま様子を見に来てよかった。それにしてもどうしてこんなことに。この金のネタ、何か関係があるのでしょうか。ええ、実は。セドリックたちが、どうして。どうやら帝都全域がここと同じ状況みたいね。鉄道憲兵隊や第四機構師団も動き始めているらしいが。そんな。とにかく殿下たちの安全だけでも確保しないと。それは任せてもらうわ。その女学院を中心に私が結界を張りましょう。先ほどの魔鋼兵や幻獣程度なら防げるはずよ。本当ですか。そうしてもらえるなら大助かりだけど。姉さん、やれやれ、当てにしてたんですが。まあ、是非もなしか。パトリック、どうかよろしく頼む。クロチルダさんを除けば君が一番の使い手のはずだ。ああ、任せてもらおう。そちらもどうか気をつけてくれ。まさかこんなことが起こってしまうとはな。気をつけるんじゃぞ、みんな。ええ、グエンローも。きっと無事に戻ってきます。真実を知るためにも。一体どこまで知っているの。シャロンについても、黒の工房についても。ああ、アリサさん。もともとシャロンとはあの人が姿を現すまでの契約だった。
10年前の爆発事故であの子と戦い炎に消えた彼が戻ってくるまでの、それが果たされた今、あの子を縛るものは何もない。心置きなく元の職場に戻れるというものでしょう。母様、お前というやつはシュミット、お前もどこまで知っておった？まあ推測程度だ。気候兵の研究ノートを見つけた時、それが私への卒業論文だとは気づいた。どうやらくだらぬ妄想に取りつかれているようだが、三番弟子を従えて何をするつもりか、せいぜい見届けさせてもらうとしよう。ジョルジュ先輩のことも薄々気づいていたんですね。ああ、もともとフランツの同郷と聞いて声をかけたくらいだからな。知性の本拠地、黒の工房か。一体帝国のどこにあることやら。納得できなければ自分の目と耳で確かめてみなさい。シャロンの本心やあの人の真実を。言われなくても。ニーサム、ミュセニ、ユーナさん、クルートさんもどうかお気をつけて。うん、エリゼさんも、先輩に姫様も、どうか女神のご加護を。必ず戻ってくる。どうか待っていてくれ。信じています。リーンさんに、七組の皆さんを、それとどうかどうかセドリックたちを止めてください。お任せを。貴族の義務として、何よりも七組として。終焉を導く鐘の音、必ずや止めてみせましょう。姉さん、どうかあとはお願いします。ええ、任せなさい。この山場を乗り越えたら二人きりで話しましょう。今まで避け続けてしまったせめてものお詫びにね。話半分に受け取っておくね。あら、日頃の行いでしょ。まあ、昭和る兄貴の言うことを鵜呑みにせぬくらいには大人になったということじゃろ。あ、おばあちゃんは人のこと言えないからね。うん。すごい。使徒第二中、青の深淵の結界。よし、これで準備完了じゃ。それでは行きましょうか。ロジーヌ君、あとはお願いします。はい、ヘミスフィア卿たちと何とか連絡を取ってみます。リンさん、ガイウスさんたちもどうかお気をつけて。ああ、君も。あとはよろしく頼む。それじゃあ行きましょう。カレル利休、いや黒き聖杯へ。絶対に記事にしてやるんだから。こら、ヒューゴ、
あんたも噛んでんのか。そんなわけないだろうと言いたいところだが、確かにこのくらいはやりかねない人たちかもな。はあ？そこまでだ化け物ども。第四機構師団だ。おお！やっ！狙いは！大通り中央は制圧ですが、帝都全域に被害が拡大中のようです。カレル離宮の方で異変があったとの連絡も。これより3個連隊に分ける。それぞれ帝都の各所へ向かえ。ナイトハルト、お主はトールズ良好と連携するがいい。了解しました。アラン順位下2名。なんだあれは。急行車に現れたという。邪魔をするな。片付けるしかなさそうじゃな。箱と結界で被害は抑えます。皆さん存分にやってください。ありがたい。速攻で片付ける。行くぞ新旧7組。ああ、これは情熱的なお相手ですね。行くぞ。私の本気見せてあげる。はい、はい。ノーザンライトニング。しびれたかしら。よーし、よし。みたいだ。気をつけて。逃げた。許さぬ。俺の番だ。火をつかめ、ノーブルライズ。行くぞ。絶空砲薬の力、思い襲来。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ。その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。はっ。
手強い。だがこれで。撃破完了。君たち大丈夫か？怪我とかしてないよね？うおお、すげえ、あんなのをやっつけるなんて。怖かった。なんだよリンシュバルト、超かっこいいじゃんか。あ、なんだって？なんでもねえよ。とにかく無事でよかったですね。カイ！マーサさん、フレッドさん、オスカーさんたちも。ああ、君たちが助けてくれたんだね。遊撃士さんたちもありがとね。たくも心配かけさせて。ごめんて母ちゃん。大丈夫みたいだな。ニアちゃん、マッシュ君もみんな宿に避難してるわ。あなたたちもリン、みんな。そっちも片付いたみたいだね。安全を確保したら先を急がないと。あらて、しかもあんなに厄介ですね。このままではキリがなさそうじゃの。ですが放っておきません。ここは手分けして離宮へ向かうメンバーを。その必要はないよ。な、拳銃にライフル、対戦車砲。あの人たちは。うじゃうじゃとキリねえな。どうするママ？あの時のバルドほどじゃないね。格好撃破しつつ押し戻す。ジョゼット、あんたも手伝いな。はいはい。たく、デタラメな親子だな。ここは僕らに任せて、あんたたちはとっとと行きな。シンゴちゃんたち。ジョゼットさんも助かります。今のうちにみんなを避難させるぞ。手伝ってくれベネット、フィリー。ええ、はい。ここは任せて良さそうじゃ。行くぞ主たち。よくわからないがしっかりやるんだよ。君たちに女神の加護を。ありがとうございます。行こう。リンくん、よかった、つながった。トア先輩、そちらの状況はどうですか？ちょうどさっき A 死体の人たちが引き上げて、テートが襲われているみたいだけど、どうなってるの？落ち着いて聞いてください。かいつまんで説明しますが、実はカレル離宮の方で。フレーム級との連絡は途絶。そもそも最小閣下、皇太子殿下、総督閣下はお出かけだったらしく。オズボム大将、
やはりあなたは。閣下、パトリックさんからです。皇女殿下の安全は一旦確保されたとのことですが、東に向かったログナ公は不明のままで。そうか。いずれにせよあの方の読み通りとなったか。ならば次の盤面への一手を始めるしかあるまい。え、順将、サイは投げられた。帝都民を救いつつ行動を始めるといい。ギョイ。あちらは役者の到着を待つしかないか。作戦開始。バイスラント決起軍の初陣だ。西門突入後、市内の厳重魔鋼兵を片付けつつ帝都駅へ向かう。あの方も合流する。誉れを見せるぞ。イエス、コマンド。現れやがったか。シャーリーに星座の連中も。ジョルジュ君、やっぱり。クレアも。一体何をしている。こちらアービング。アークロイヤルが動いた。帝都駅を経由離宮の方に向かっただと。それって本校の赤い装甲列車のことか。本校と分校、治癒を決する時が来たようだな。私はこれより別行動を取る。そなたらは離宮に急行。シュバルツァーたちを助けるがいい。待ってください。で、あんたはどこへ。何、野暮用でな。ついでに化け物どもも片付け、分校長としての義理も果たすとしよう。健闘を祈る、青き遊郭の若獅子たちよ。野暮よ、まさか。とにかく今は離宮へ急ぎましょう。宰相どもがやらかしたみたいだが、あんたはどうするんだ。言うまでもない。第二の教官として動くだけだ。